はい、こんばんは、サブランチでございます。えーえー、今日は唐突にパンクをやりました。昨日フォークソングとかやって作戦。はい。えー、っと、まあ、説明欄にも書きましたけど、なんで唐突にパンクなのかというと、えー、っとあ、アップというか投稿されたのは昨日じゃなかったような気がしますが、Facebook の方でですね、 えー、ポテさんがあのなんかパンクバンドの曲を紹介されていて聴いたらすっごい良かったんですよね。であパンクもいいなぁなんて思ってパンクやりてえと思ったんですよね。はい、で何をやろうかしらと思った時に、えー、あのビートルズのカバーとかちょっと洋楽のカバーを本格的にやる前に、えー、あのネバーマインドね あのー、あれの <laughs>、ニル・バーナの、はい、出てこなかった、ニル・バーナのネバーマインドをやろうと思ったときがあって、んですけど、えー、英語のカタカナ化で挫折して、そのときまで言うは容量を得てなかったんで、あれをリベンジするかとも思ったんですけどね、あれ難しいんですよ、曲が結構。解析もまだしてなかったから、なんか面倒くせえなと思って。 なんか簡単な曲ねえかなと思ったら「あああるじゃん」と思い出しましたねでやったのがえっ、ー、クスピストルフの自主規制どういうバンド名つけてんだこの人たちは本当にねクスピストルフの、えー、どっちやろうかなと思ったんですけどねあーなきあーあなキーフォーザーをやろうかと思ったんですけど こっちの方がドラム気持ちいいなと思ったもんで今日はゴッドセブサクイン作 s をやってみました。はい。えっ、ー、と、この曲はですね、あの、高校の時にちょこちょこドラムはたいてたんですよ。おと言いますのも、あの、高校の文化祭のバンドのね、まあ、ステージというか、で私は当然軽音入っていたので、えーまあ、必ず出るんですけども、 あの有志の枠があったんですよ、有志バンドの枠が。いわゆるあの運動系のやつらが、奴らって言っちゃいけねえな、運動系の人たちが、あその文化祭の時だけ、えーまあ、もちろんね、どっかで練習してんでしょうけど、あのー、やる枠があってで、3年生になった時に、えー、その有志バンドがピストルスやってたんですよ、やるっつってね。えー で、まあ、物質も貸して、なんつって、文化祭近くになってくると、ちょっと忌々しく思ってたんですよ。その、時間なくなるじゃねえかよ、なんつって思って <laughs> 思ってたんですけどね、曲はかっこいいなと思って。で、ちょこちょこ、まあ、その、聴いた曲の感じでドラムも叩いてたりもしてたんですよね。それで、その、勇士の枠ね、うん、なんで俺は、日々、 日々軽音で頑張っているのになんで文化祭の時だけの奴らにこんな時間を割かなきゃいけねえんだってずっと思ってたんですよ。ところがですね、あの、私が3年生の最後の文化祭で2日間や、二日間ね、やって、まあ初日はまあ良かったんですけど、2日目も最後ですよ。本当にね、えー、もう3年間の集大成を見せるぜ、なんて思って、え気合入れて臨んだら、あのね、その時にね、 ちょっと本当い曰くつきのヤンキーどもがね我が母校の文化祭にねこう来たんですよ。<laughs> でうちらのステージ始まったらそいつら来ちゃってね、まあ、当人たちはまあ盛り上げてるだけな感じなんでしょうけどまあすごかったんですよ本当に。でしまいにはねギターアンプのボリューム作り出しやがあってねあれギターの音聞こえねえなつってやって。 出たらいじくってんですよそれはさすがにね俺らっていうよりもね PA のねおじさんが超怒ったらしくてなんか後で聞いた話はそいつをなんかね <laughs> 連れ出してボコったらしいですけどね <laughs> ありがとうございます、まあ、そんなこんなだったんでねお客さんが引いちゃってねなんかね集客が悪かったんですよあの人がいるんだけどステージの周りに来れなくなってたのこれ弱ったなと思って 俺ドラムだしその前も出てけねえしおっかねえしなと思ってお、えー、ったらですねそのうちらの前にその有志バンドがやってたんですけどその有志バンドのドボーカルだった子が来たんですよ何してうわまた面倒くせえの来たなと思っていたら察してくれたんでしょうねなんかねステージの前でこうひたすら乗り出してやってでもちろんその子はうちの高校の子だからお友達もいるわけで。 そこからね、客がまた寄り出したんですよ。なんかすっごいうれしくてね、もう、あらと思って、なんかすごい、なんか盛り上げてくれてると思って、なんかもう本当に涙ちょちょぎれるかと思うぐらいすっごいうれしくてね、あーごめんと思って、忌々しく思っててごめん <laughs> と思ってあ、やっぱ音楽でいいな音楽って、なんと、急にあのテンション上がってね。 島屋、えーまあ、なんかそのヤンキーがなんかうちレスリング部があったんですけどレスリング部からあの投げ技を練習するためのこういう人型のね表やつあれ持ってきてなんかグワーってなるけどなんかその雰囲気ができてたからわって盛り上がった感じでよかったけどね <laughs> そんな思い出がある曲なんでございますえー、それとまあ,あのさっきも言ったけどえー 簡単なんですよ。簡単なんですよ。むんーにも難しいことしてないよ。えー、これあの、公式で出してる PV ね。このゴッドセーブ作品の。あれのベースはシドでしょうん、あの、指導よりはベースうまく弾いてると。<laughs> なこと言ったら怒られるかな。いいよね。それも含めてシドだからね。えー あのなんかいいっすねあのプロモーションビデオもね缶ビール片手に歌おうかなと思ったんですけどねさすがにちょっと飲む前に撮ろうと思ってうんまあパンクって基本まあシンプルにできてるもんだと思いますけどなんでしょうね小難しいことやればいいってもんでもなくてねあの まあ、ビートルズのカバーやって本当に何でしょうね。うーんまあ音,音楽的な音楽的スキル的なことがすごくあの勉強になってみたいな感じもありますけども、えー、これはこれでやっぱり音楽ですよ。うん、非常にいいなんか本当に小難しいことやればいいってもんじゃねってさっきも言ったけど本当にそれを痛感する感じですね。えー でこれは何だっけ結構イギリスかなんかが不景気でみたいなもう俺たちに明日はねえよみたいなそういう歌でしょノーフューチャーノーフューチャーをひたすら最後に連呼するっていうねなんか閉塞感時代の閉塞感というか、まあ、そんなこんなんもんね、まあ、今もそんな感じだしみたいな感じもあったんで、えー、やってみましたけどね、えーまあ、だから ギターもなんかね、もう適当。<laughs> なんとなく。うん、ですもん。で、ベースもどうなんでしょうね。あんな感じだと思いますよ。えー、細かいとこも見なかったなんか、あの、その PV の白のベース全然参考にならないし、なんかずっと、ずっと指元見てこうやって弾いてるし。うん、まあ、はい。なんとなく。はい。ドラムはやっぱ気持ちいいですね。 前半で止めというか決めがあるんですよね。っていうところあそこがもうあそこが全てみたいなもんです。タカタンタカタンじゃないんですよ。タカタタンタカタタンなんですよ。あれ3年なんですよ。タカタンタラタン。ドラムパッドでできるかなと思ったけどできましたね。タムのねパッドの跳ね返りは結構いいんですよ。 だからちょっとこう、スティックを、え浅く持ってるのちょっと強めに持って、カーンってこう一回打った時に、この跳ね返り来たのを、親指で押さえつつ、跳ね返りを押さえつつで、タラッ、タラって鳴らすんですね。タラタン、タラ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 タン、タラタン、はい。うまくいきました。うん。 あとはひたすらね、バスドラをもうちょっと踏むんですよ、本当はね。なんだけど、さすがにちょっとボタンだときついんでね。もうちょっともうド、もうパンクなんかバスドラ踏んでなんぼですから。えー、まあ、ちょっとその辺はね、あれでしたけど、まあギターも気持ちよかったしね、久しぶりにレスポール持ったし、はい、久々にトレモロユニットも一瞬使ったし、<laughs> まあおむね気持ちよくできました。はい。ということで。 フォークもいいしパンクもいいし、はいまあ、フォークもパンクもロックもいいんですよ演歌もいいんですよ、はい、楽しく気持ちよく音楽できればそれでいいんです、はい、ということで今日は気持ちよくできたので、はい、大満足でございましたということで今日はパンクやりたくなったなということで唐突にパンクをやってみましたえー、X ピストルズの ゴッドセブザクイーン。はい。スカッとしてください。これ聞いてね。はい。ということで、今日は、はい、唐突にパンクをかました、たまらんちでございました。それでは今日はこめ